あれです、渡部の会見っていうのは文春がやってますけど、どうですか、はい、渡部の会見は。いや、ちゃんと見る価値もないなと思って、あんまり見てもない、見てもいないけどな、はい、そうですね、うん、あの会見すれば許されると思ってるのが、はい、いかんなと思いますけどね、はい、あの週刊ポストに、うん、ビートたけしが書いてるんですけど、あの、ガキ使でね、うん、使うっていうのが漏れたからあれだけど、そうそう、俺だったらガキ使で渡部を使うなら、渡部がいきなりトイレから出てくるシーンで使うとか言ってそう、それは笑うなと思ってね、ガキ使のメンバーがあの24時間の時にね、それぐらいトイレ行こうと思ってたら、それぐらいやらないと、渡部が出てきたらそれは笑いますよね、 そう、うん、そのぐらいやらないとダメなんだそうそうそう、多目的トイレから出てきてな、敵トイレから渡部が出てくるシーンを使うっていう提案をしてますね、うん、まあでも、はい、まあ、なんかほとぼりが冷めたら出てくる、来て会見やれば許されるっていうのもなんか嫌だけどね、僕は。まあそうですね、うん、なんかまあ、別にあの不倫をそんなに咎め立てすることもないと基本的には思うんですけど、はい、その芸能人それはね、芸能人だから、芸能人のね、はい、芸能人はまあその芸の肥やしって言ってたぐらいだからさ、はい、昔は そんなに、そう思います僕も、いちいちもう大の大人がですね、はい、何人がかりでね、はい、何日もかかって写真撮ったりね、はいはい、なんかするのもいかがなものかなとは思うよ、思うんだけど、はいはい、このでまあ、渡部はすごい努力家で、はい、努力してたという話もここにその社長の話で出てますけど、はい、しかしちょっと異常だよね。そうですね、そんなこと普通考えないと思うんだけど、はい、そうそうそう、しかも1万円やって終わりみたいなね、 それだったらさ、はい、今あるわけでしょ、その、法的には認められてなくてもさ、ソープとかあるわけでしょ、はいはいはい、そこ行ってすればいいじゃん、はいはい、お金出して、はい、それは高いですよ、効率、ね、もっと高いって言ってます、知ってるのかな、そんな元気ない、はい、うん、元気にしてくれるらしいです、はい、だから、まあね、はい、そういうね、うん、そういうところが僕は嫌なんだよ、うん、どうしてもそのなんていうか性の衝動って言うならさ、はい、そういうところ行って、うん、はい、お金で解決しておけばいいじゃない、うん、まあ、あまり渡部に関しては他の芸人がフォローしなかったんですよね、うん、まあしなかったね、あんまり中がやっぱちょっと、うん、まあ努力家だし売れてるっていうのはあるんですけど、うん、性格が良くないっていう感じで、うん、やっぱみんなが思ってたのがこれが出た時にもうみんなが突き放すような感じで言ってたのが、うん、ちょっとフォローしてあげる人がいないっていうのがちょっとこの彼の問題なのかなというふうに、うんうんうん、ね、だから一級不倫の宮崎健介さんがまた不倫してですね、取り上げてもらってましたけど、はい、同じテレビ番組に夫婦で出ちゃったというね、はい、それはなんか決まってたらしいんですけど、はい、うん、すごいですよねこれも。それで法的措置を考えて金子夫人、夫人の金子恵美さんはですね、はい、法的措置を考えて今弁護士の方と相談してます、はい、私と夫とそれぞれ弁護士に相談してる、離婚はしない、不倫訴訟に詳しいフラクタル法律事務所の田村隼人弁護士はこう言う、金子さんは宮崎さんと関係を持った女性に賠償請求するつもりでしょう、不倫は共同不法行為といって不倫関係にあった2人が連帯して慰謝料を払う義務が発生しますが、離婚しない場合相手だけに賠償請求するのが一般的です。だからその不倫する人は女の人を訴えられちゃうわけです、あるいは男の人も。なるほどね、うん、それで次の抑止をするということなんでしょうね、うん、だから許す力っていう本を出したばっかり、ね、そうらしいですね、確か金子美さんはね、はい、許す力っていう本を出したの、はい、いきなりもうね、いきなりそれも、はい、別れられないじゃないかっていう、ね、あれが出た以上なんでそれしちゃうかね、このもう政治家にはなれないな、この人は。そうですね、両方出る、金子さんの方は金子はまあいいんですよ、金子はいいんですよ、旦那がね、目が、旦那はまあ、まあ、金子さんの方はまだあるかもしれないけどね、はい、旦那は無理だな、はい、金子氏に賠償請求について聞いてみると宮崎氏が代わりに答えたって言ったけど、どうなってるのかね、この部分はね、はい、新潮ではですね、はい、あれなんですよ、わいせつ教師ね、はいはいはい、わいせつ教師は二度とこの世に近づけるなと思う、はい、
そうですね、これはね、もう3年経つとですね、はい、何かの子でまた教育業務に復帰すると、はい、そうですね、これ懲戒免職になって免許を失ってくれても3年後には免許を再取得できると、はい、これはまあとんでもない話で、これ任教祖がやってるからでしょう、うん、これ事件もありましたもんね、まあ、人わいせつやってたけど、そうそうそう、他の地域に行ってもう一回再就職してるっていうのは何回もあるっていう、うん、で処分歴は過去3年分しか閲覧できない、うん、来年2月からは閲覧期間が40年分に拡大されるが、うん、いかにわいせつ教員が甘やかされてきたか、こうそうですね、野田聖子さんとかですね、はい、上川陽子さんにその提出したんですけどね、要望書、うん、はい、やっぱりそれはね、もう法律変えるしかないですよね、これ、はい、そう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 、うん、これもう絶対ダメですよ、しかも懲戒免職のね、処分理由は分かっても、その処分歴は分かっても、その理由が記されていないと、はい、でわいせつでクビになったのか、金使い込んだのか、分かんない、分かんないですね、こういうのもちゃんとしてほしいよね、それは、はい、うん、しかもこういうそのわいせつ関係の犯罪って、うん、2度とか、そういうことが再犯率が高いですから、ね、高いんだよ、しかもあの生徒と教師の関係ですから、うん、力関係がありますからね、そうそう、うん、断れないし、まあ、はい、言いくるめられちゃいますよね、そうですね、小児わいせつ型の5年以内再犯率は 9.5%、はい、うん、性犯罪はお酒や薬物の依存症と同じで二度とやらないと心から誓っても、目の前に対象が現れるとどうしても意思が本能に負けてしまう傾向がある、うん、痴漢や盗撮も含めて性犯罪者の治療で重要なのは欲望のトリガーを引かせないこと、つまり再犯を起こしてしまう環境を作らない、それがもう環境そのままでまた教師になれるわけだからさ、はいはい、とんでもないよね、これは、これはもう本当に変えてよかったわけですけど、はい、うん、このね、人権派弁護士とかは許せないですよね、なるほどね、とかあと学校その教師の組合自体がこれを認めてきたっていうのは、うん、おかしいですよね、おかしいよね、生徒のためじゃなくて、そうそう、教師のためだけにやってるわけですよ ね、 そうだよね、はい、教師が再就職できるようにっていうのを、うんうん、はい、これ絶対許せないですよ、ね、あのレッテル貼って一生教師になれないようにしないと、うん、そう、これもうワンアウトでアウトです、そうです、もう完全に退場してもらわないといけないです、うん。